うちの子1歳半女児、琴目子3人指定末っ子のやんちゃ盛りの3歳半男児。年齢的にも一緒に遊べないのに、琴目が、やたら、子供を家に預けようとしてくる。その間、琴目が、買い物やら昼寝やらしたいから。確かに、すっごく大変だとは思う。とにかく元気だし、いたずら盛りだし、言葉もものすごく早くてよく喋るし。琴目も、次々3人産んで、本当に大変なんだろうってのもわかる。でも、こっちは、こっちで初めての育児で、歩き始めたばかりの子供を見るので精一杯。3歳児なんて扱いもわからないし、どんなに断っても、私が、上の子が、1歳半の時、すでに下の子いたのよ。大丈夫だよ、とか言って聞いてくれない。なんとか断り続けてるんだけど、私が断ると止めに行く。止めは、止めで、もともと、琴目慢性で、三人も産んだ琴目ちゃんは偉いが加わって、きつく当たる。どうせこれからまた産むんだから、今余裕があるうちに練習になるから、ってわけわからないことを言われ、ヘラヘラした琴目には、子供って頑丈なものよわら、公園にでも連れて行ってくれれば、勝手に遊ぶからお願いわら、って言われた。なので、わかりました、預かりましょう。でも、もし、公園に刃物を持った暴漢が乱入してきたり、獰猛な犬が襲いかかってきても、私は助けませんから、と言ったら、ものすごい勢いでがびょられた。とめに、あなた、なんてこと、自分が言ってることわかってるの、と言われたので、当たり前でしょ。私が真っ先に助けるのは娘です。娘を守るなら死んでもいいのが、親でしょ。とめ子さん、琴目さんと私が、同時に違う場所で襲われたら、どっち助けに行きますか。琴目さん、3歳ちゃんと、娘が犬に襲われてたら、どっち助けますか。琴目さんそれでも、他人に子供預けますか、と怒鳴り返した。しばらく黙り込んだ後、琴目、ごめんなさいと、つぶやいて3歳ちゃんを抱きしめてた。とめは、あれ以来私を見ると、視線をそらすわらわらわら。でも、本当のことだからしょうがない。責任なんて取れません。